皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はファイナルファンタジー7リメイクのファミ通紹介をしていきたいと思います。全世界が待ち望んだ新映像が公開されました。新しい映像は2015年12月の PSX2015 以来3年半ぶりの公開です。オリジナル版でもおなじみのイベントクラウドの狂切りが見られましたが、PS4 のグラフィックで描かれたこれらのシーンは懐かしさと同時に新鮮さも感じられるのに、なお映像のラストで6月情報解禁の文字が表示されましたが、6月といえば世界最大規模のゲーム日本誌 E3 があります。そこで最新情報が公開されるのかもしれません。クラウドさんの視線の先には大迫力のバトルアクション、新しいゲームシステムでどう生まれ変わるのでしょうか。まあそうですね、まあクラウドといえばやはりいろんな作品に出演してますからね。まあまずあのファイナルファンタジーだけにあらず、なんて言いますか、あのキングダムハーツにも出演していますからね。また最近ではもう2010年代にはもうスマブラの参戦も2作品していますからね。特に4のスマブラ参戦ではもう誰もが驚いたことじゃないですかね。まあ実は裏ではちょっと出演していたんですよね、クラウドって。まあそれが MIUI2 の逆襲の YouTube の動画ですね。まああれにはクラウド出てたんですけどね。まああれには出てたんです。あれはあくまでネタとして出てたんですけどね。まあそれを作った人はまさか本当にクラウドが参戦するとは思わなかったと思いますね。まあなんせスクエニのキャラクターが初参戦しましたからね。しかもファイナルファンタジーで、まあ私も一番驚いていますね。まさかダウンロードコンテンツで参戦するとは。あと、もしも4にクラウドが参戦したらっていう、そういうのもありましたけどね。実際本当に参戦した時には、その動画を作った人はもう驚いているでしょうね、何よりも。まあ、セフィロスとクラウド。まあ、この二人が一番セブンで有名ではないでしょうかね。まあ、残念ながらセブンでのクラウドとセフィロス以外はあんま知らないんですよね、私も。まあクラウド参戦と、クラウドがまた蘇るということで、まあすでにもう4でもスペシャルでも参戦しているので、まあクラウド知らない人はいないと思いますね。まあファイナルファンタジー知らないという人もさすがにクラウドぐらいは知ってると思いますね。何よりクラウドの魅力といえば桜井孝宏さんが声を担当しているということですね。まあ金色のガッシュベルの高峰清麿、強化な魔王の渋谷優里、デジモンアドベンチャーのテントモン、まあ、多数の作品に登場しているクラウドですが、まあ、桜井孝宏さんということで人気がありますね。というわけで今回はこの辺でファイナルファンタジーリメイクの7リメイクのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。